これが分かってようやくねこの構造が見えるという形になります。はい、簡潔にやるとこういう感じになります。特にハンドパーカッションコンガボンゴはもうずっと埋めてる、さっきも言ったようにねこうずっと血を這うような感じで埋めてるんだけど、特にその目立つ音スラップ音とかアクセントのオープンの音とかを、まあ、表したらこんな感じになりますと。全然この 2-3 がどこがどうなってんのっていう感じだと思うんだけど、一個その目印っていうか、まずその全部の楽器が噛み合うところっていうのがあります。それがまずこの2サイド比べの1音目うんぱっていう、うんぱっ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 ぱうんぱっていうこの赤のラインが書いてあるところで、これ全部の楽器が揃ってるよね。はい、ここで2サイドと3サイドどっちがどっちだかっていうのが分かります。うんぱっていうのをみんなで共有することによって次の頭拍が、明確に感じられるっていうか、2サイドの2発目の方がオンビートになるので、ここに着地するためにこの2サイドの赤い線が引いてあるところでみんなめがけてきてるっていう感じです。でもう一個目安としては、3サイドを見ていただいて、この青の線がいっぱい引いてあるところありますね。コンガで言ったパカググンギギっていうのがめっちゃ大事だよっていう話をしたんだけど、ここパカググンギギっていうのとカン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 、これが完全に重なるっていう感じで、なのでうかかっていうのが来るとあ3サイドかなっていう目安になります。コンガとティンバレスっていうのはセットなんですよ。ほぼ同じなのやってることが。実はこの丸の図を見ていただくとなんとなくわかると思うんだけど、ほとんど一緒でしょ。ほとんど重なってるわけで、ボンゴだけコンガとティンバレスと逆をいきます。基本的にはコントラとかね反対っていう言ったりするんですけど、特に大事なのがですな、このはい、この矢印、はい、ここよ。比べの3サイドの1音前、3サイドの3音目の1音前を強調してる。比べの1音前を強調することによって比べを強調するみたいな、ちょっとツンデレっていうかね、天の弱なことやってます。はい、ここの役割をつくのがボンゴしかいないので、ティンバルとコンガの音量に負けないぐらいの、強いアクセントを叩く必要があります。この反対の役割をする人がいるので、よりこう緻密になるというか、リズムが強固に感じられるような構造になっています。はい。